日。最初現地の考えを言われた時に、ね、なんかパッと思いつかなくて、でも純って名前かっこいいなと思って、でもなんかちょっと普通の純とちょっとありきたりだなと思って、普通の純に言ってます。俺の放送室見てた純粋の純、俺の放送室見てた俺普通の純ちょっとありきたりな、ちょっとありきたりな純さんだな、ちょっとあんまりパッと分かんない俺でも絶対タテ君って呼ばれるでしょ。そう、あの初回で例えば入った時に、タテ君とかと眉毛、眉君みたいな、ちょっと教養ないやつ、眉君、眉になっちゃうんですね。結構言われること多いですね。なるほどね。順でよろしくお願いします。イエーイ、じゃあ今日のみんなにする質問どうしようかな。結構あの僕考えてきたんですけど、結構守りに入るのが嫌いなんですよ。盾を否定してる。もう盾を決めるから。ありきたりって言われたから。攻めに行こうかな。よし、じゃあ一発目から嫌いな先輩行こう。嫌いな先輩。嫌いな先輩。嫌いな先輩行こう。嫌いな先輩。こんな先輩やだなみたいな。怖えな。絶対いるじゃん。絶対いるじゃん。だって見てないから。見てないから。見てないから。オッケーオッケー。じゃああります。どうしようか。嫌いな先輩を。楽しいなこれ。ね。MC 第2回にして。小太郎くん。小太郎くん。やべえよ。目合ってる。一番。目なんか合ってないよ。ないんだから。あるはずがないんだよ、目がないから。よく見えたね。嫌いな先輩ですか。こんなの嫌だな。こんな先輩は嫌だ、まあ、こんな先輩になりたくないなってやつだったら、おまあなんか数字だけでこう人を見下してるみたいな人になってないか、売り上げですね、俺は売れてるから何してもいいとか、なんかそういうのを歴が長いから何してもいいみたいなことはないようにしたいなみたいなのはないですか、やっぱり。まあ、なるほどね。俺嫌いな先輩なんか分かんないし怖い一人で笑ってよかった。いや嫌いな先輩僕もいないですよね。だから、まあ、なりたくない先輩っていうのは、まあ、やっぱりそうですね、数字だけっていうのと、まあ、あと歴が長いからって言ってなんかまあホール業務だったりなんかをやらないとか、雑用系をやんない人ですね。掃除も、まあ適当にするとかそういう人にはなりたくないなっていう。寝ても一生懸命そうですね。お茶引いたならちゃんと掃除したりとか、はい、そういうのも帽子くんの、はい、それ大事だね。大事ですね。本当大事。エリちゃん、こエリちゃん。僕もやっぱ嫌いな先輩あんまいないんですけど、うちの店いないんですけど、まあ例えば同じ。ようにやっぱ昔からこれいるんじゃない？これあるいるやつあるこれある。あんまりいないけどあんまりいないあれがいるってこと。最近ねあのちょっとお目にかかってない先輩一人で飛ばしたかこれでいないから、あ今いないって感じですけど、その人が必要ならちょっとその人かなってなんですけど、ああとかね、まあどういうとこか嫌なのかな、どういうとこ、すごいなんか。16年、17年ぐらい水商売になって、うん、すごいホスト、本当昔のホストを知ってるからね、うん、昔はこうだったんだとか、俺らの時代はこういう風にやられてバチバチだったんだとか、いや今時代違う、押し付けてくるタイプ、今時代違うからね、押し付けね、まあ、社会人とかでもそういうのよく聞くよね、上司とかのおじさんでね、じゃあおじさんに多いですよね、おじさん、いや過去は過去でしょ、間違いないです。今を生きる俺たちに過去の話しようかな。いやかっこいい、かっこいい、これ今のかっこいい、すげえちっちゃいトーンでいきましょう。かっこいい、もっと熱く言ってよかったね。過去じゃないよ、今だよ。林先生じゃないの、それ林先生。それは違う、今でしょ。
あの今だよ、外人じゃないよ、日本人だよ、そう、外人だよ、外人だよ、外人だよ、外人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 じゃないよ、日本人だよ、カードだよ、渡部に似てる、ジェンク行こう、渡部に似てる、言われるんですよ、なんかアンジャッシュの渡部になんかめっちゃ似てるみたいな、喋り方を、声も似てない、声もやばいよね、ラジオ番組やったりしてないっす、だからもうなんかタクとかついた時もなんか水だけ飲んで食レポしてよみたいな、めっちゃ溢れてくる、めっちゃ似てる、やばいやばい、やばいね、もうそれしか見えない、それしか見えない、みんな言ってるよ、佐々木さん、佐々木さんどうですか、佐々木さんいい感じです、いい感じだね、完全に渡部枠になっちゃった、渡部だね、でも望みマグロでしょ、口悪いキャラだから、あれ意外と言うことさ、大体ことある系な、あるよあるよあるよ、あるよ、当たり前でもねえよ、あるよ、 MC が悪いよ、悪だねこれ、え、クルーズってもどうなんすか、新規店だから上下関係、あ、確かに気になる、それ結構気になる、結構全部、あの、まあ元々ホストやってた人とかもいるんですけど、経験者みたいな、経験者もいるんですけど、ほとんどがもう歴が短いから、うん、っていうので、ほとんど同期だから、そのさっき言った嫌な先輩とかも全然いなくて、なるほどね、先輩がまずいないんで、ね、先輩がまずいないから、うん、なるほどね、みんな同期、同期っすね、いいね、これから先輩になっていくってこと、ね、あ、そうですね、グランドオープンしてから、うん、オープニングメンバーになるとね、そうですね、28日グランドオープンしたって先月、うん、確かに確かに、そうですね、それから、うん、そうですね、うん、そうだね、じゃあ結局みんな気合いの先輩いないってことで、いやちょっと、いやまとめようとしてたけど、気合いの先輩みんないないから、ちょっといないっすね、ダメ、カメラレとかだったらびっくりしたよ、うまく流されるとかいないってことで、聞くのかな次の話題、誰も怪我してないからまあいいけど、誰も怪我してないもん、やめた方がいいかもしれない、嫌いというよりかは苦手な先輩ぐらい、あー、まあ確かに、ちょっとスパイス強いな、この人ぐらい、スパイス強い、あ、これ絶対いる、絶対いる、スパイス強い人いるんだなってなっちゃう、いるよ、いる、スパイスが強い人いるよ、スパイス強い人いるだろうね、ニュージェネラ、ニュージェネでくくられちゃってるから、そうですね、いるよ、いますよ、人間だもの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 、ジュンス、いますよ、間道、そういうこともあります、いいかな、次の話題いっちゃって、あ、MC がやっぱね、思った守り入ってもダメだ、ほんと守り入ってもダメだ、してますか、枕してますか、何、みんな枕してますか、急にぶっ込んでくるね、次の質問、枕、さっきの質問枕に対しての、枕にそう、初回枕とか下前提になってんじゃん、いや、そうだよ、童貞なのにさ、それをやめてほしいんですよ、もう枕に関する質問いこうよ、多分これみんな気になってると思う、これは本当にこれは結構、リスナーさんの味方なんで、リスナーも童貞なのに釣ってきてんじゃん、そうやべ、もうこれはもうさ、自主性でいこう、自主性でいこう、我こそは自主性でちょっと言えますよ、俺早いよとか俺遅いよとかもあるからね、あーあー、なるほどね、どっち半分なんだろうな、じゃあ気になるんでしょ、そう、枕どうなの、初回枕を初めてしたのはいつ、あ、それちょっと素朴な本当疑問なんですけど、ちょっと枕の意味がちょっと分かんないです、おお、待って枕って何ですか、新人さん、新人さん、そうそう、僕は新人なんで、そうそう、新人ホストを知らしてる、もしかするかよ、あのね、初回枕っていうのは何ですか、初回枕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 ですか、これは初回枕って何ですか、意味が、まあ、そうっす、まあなんで困ってんすか、いや、思った以上にね、ジャブが強い、ジャブが強い、今日ね、もうね、じゃみんなと仲良くなりたくて、なんで守りに入ってんの、仲良くなりたくて、守りに入ってんの、仲良くなりたくて、で、まあ、こうぶっ込んだ話をすると結構仲良くなれるよ、だから私みんなでぶっ込んだ話したいなと思ったのに、腹を割れるから、なんかおかしさしちゃったな、おかしさしちゃったな、枕ってあれですか、低反発な枕、あー、いいね、僕はビーズが入ってるんですけど、ビーズ入ってる、あー、ビーズ入ってる、形に変わる、そうそうそう、っていう話ね、いつですか明日の、もう行こう、逃げんのなしでしょ、俺一番最初にもう誰も言われる前に言っときたいんですけど、俺まず初回がまずすごい不人気なんですよ、まあ見ての通りブスだからなんですけど、ああ、その第一印象が、そう、あとミサロ の送りどんぐらいもらってるかっていうのとか、ああ出るっすね、一番下なんですよ、毎月絶対に、その月入った新人よりも送り少ないんですよ、へえ、ほんとレアで、だから初回枕を
できないですよね。あ、したいけどできない。そうだね、だからチャンスがあればしちゃう可能性はあるかもしれないけど、そうね、そうですね。うん、けど初回枕はしたことがないんですよ。はい、待ってます。募集した方がいいんじゃない？待ってます。募集した方がいい。よろしく。僕もなんか小太郎さんと同じで、おー、かぶせてきたな。いや、同じで僕言ったら、あのね、外人枠、外人枠、ね、外人枠だから、好きな人には好きだけど、苦手な人には苦手って、もう分かれる。入り口でもう分かれる。入り口で分かれちゃうから、そこで、みたいな感じ、外人枠な、人が好きとか日本人離れしてる人が好きっていうお客さんだったらやっぱ送りもらったりとかすると、うん、それでまあアフター連れていくじゃないですか、うん、このままの流れでとかっていうのはまあ何回かあったんですけど、あるとある。初めてしたのって言ったらもうじゃあ、2ヶ月目いいな。おお、そうなの。いいな。入店2ヶ月目へえ、ね、僕ぐらいと同じぐらいに、あ、このぐらいに初めて、初回アフター行って、そのまんま最初分かんないっすもんね、アフター何それ。あ、ちょっと気になったのが外人サイズなのっていう。確かに外人サイズ、あれかな、 L サイズかな、サイズ脱いでもらっていいですか。ちょっと気になる。リコラマがちょっと気になる。バツって切れちゃうから、バツって切れちゃうから、しばらくお待ちくださいになっちゃうのね。お花畑のこれだけ包んで、丸かバツか、なんかそんなやついたな、ゲームなんかいたな。絶対はみ出るよね。間違いない。絶対はみ出るよ。まあまあサイズは、うん、知りたかったら、うん、知って指名してね。おい、誰だよ、キツネは S サイズっぽいって言ったやつ、ふざけんな。ふざけんなよ。つぼみ咲いてる、つぼみ咲いてる、つぼみ咲いてるっていう表現やめろよ。伝わるんだから。つぼみ咲いてる、つぼみだよ。むずい、まあ、咲いたり咲かなかったりだよ。おお、王じゃないよ。ゴムは外人サイズ、指名でわかるんだ。指名でわかる。間違いない。でもなんかチンコって指のさ、こうやってやってさ、こうやってやるとなんかここの長さでわかる。だからそう、こうこうやってなんかこうやってやって、ちょ見えないから、こうやってやってここで、ここのついてんじゃん。このついてるとこからこうやってやるとこれが大体長さらしい。へぇー、チンコの長さらしい。何講座だよ。でも、僕聞いたのは、この手のこう、手首の付け根から中指ぐらい、超長くないですか。ちょっと大事、これ大事、これ大事、ちょっとミシミ、ミシミ、大事、やばいよ、これ、これやばい、これやばいでしょ。手首の付け根ね、ここから、まあ指はどこでもいいけど、の指のてっぺんまでが、なんか、うそ、小指と中指、だいぶ違くない。興奮時、興奮時の長さ、大きさとかっていうのを聞いたことは、中指の半分しかない。だから人によって手の大きさって違うんで。ああ、確かに、確かに、確かに。結果この外人サイズなんだろうなってことが、ね、まあまあまあ、ね、さっきも言ったけど、気になる方はね、来て、お店来て指名してくれたらいくらでも負担もするんで、フィーリングがあれば、もしかしたら、もしかしたら、ね、実は俺、女の子と遊びたいって言ったのね。そうそうそう、遊びたいから、ね、前回の回で言ったけど、女の子と遊びたいからね。楽しく遊ぼう、楽しく。正直最高だね。うん、守りに入ってなっては、何なんだこれは。いらしいで純喜行こうよ。いらしいで純喜行こう。なんすか。あ、2回目の。どう、初めての。そう、初めての。初回マックだ。下日ですね。あ、下日。しちゃったんだ、しちゃったんだ。しちゃったんだ、しちゃったんだ。今のはちょっとメンタリズムだよ。ねえ。下日っすね。一つ、一つ言うけど、これでホスラブ荒らさないでね。最初言っとくね。ホスラブ。ホスラブ荒らさない。これ振りだから。うん、これ振りだから。振りか。違う、本当話ダメだよ。エリーめっちゃでかいって書かれてる。エリーやばい。エリーやばい。外人やばい。いいね。初めてや、緊張するっすよね。いや、めっちゃ緊張しますよ。わかるわ、俺も初めての時めっちゃ緊張したもん。わかるわ、特に落ちないんだけど。わかるわ、落ちがないけど、下手で喋ってるのは下手なのが伝えていいんだね。あ、そうそうそう。なるほどね。そうだね、治療とかね、いろいろね。確かにあるよね。性の悩みの話すんの、性の悩み、性の悩みあるだって逆に。ねえよ、ねえよ、ねえよ、童貞なんだからねえよ。うそでしょ。悩むまでもないだろ。それがもう悩みっすね。そうそうそう、それだけ解消できればもう。来年ぐらいにこう使えるかもしれない。来たらね、行ってね。来ないんだよ、こうやって言っても。確かに確かに、意外とねっとりか。
意外とねっとりかもしれない。いやいやいや、怖いわ。あ、チンコないとね、あ、前期ねっとりになりがちだから。いやいや、じゅん、じゅんくんの、うるせえ、じゅんくんの、わかんねえ、どっちかわかんねえから。クルーズのじゅんくん、クルーズ、クルーズのじゅんくん、クルーズのじゅんくんの記念日は、記念日は、ドロロッタン、2日目ですね。2日目、うおぉ、入店2日目、早いね、やばい、早いね。上には上がいた、すごいね、すごい、入店2日目ですごいね。あ、ね、入店2日目すごいな、なかなか空気がこうなんかボワーにボワーすまんみたいになっちゃって終わってる。まあでもその時もちゃんと食レポしながら、いやいやいや、いいのいいの、失礼します、失礼します、なあフォロワーみたいな食レポで、食レポで、もう一回 CM。最近どうよ。先輩のサポートマジヤバくて指名取りに行ったし、退任の時1万もらえたんで最高っす。え、指名取れた？取れたっす。これもロミジュリの環境のおかげです。俺たちってやっぱりロミジュリだな。CM だったからコメント止まるの。あ、そう、うん、始まった、始まった。イエーイイエーイ、はい、どうもイエーイ、よいしょ、 CM 開けました、後輩来ましたね。うん、まあもう時間もないので、また次の話題、うん、次の話題、次の話題いっちゃう、はい、まあ結構前半刺激強かったからちょっと最後はね、いい感じに。休日何してます皆さん。たまにソフト、休日はソフトにね、過ごこれ最初に持ってくるやつ、ね、間違いない。いや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 、こっからこうどんどん落ちてくる。僕結構ギャグタイプ、ギャグタイプ、最初に上げて落とす、最初に上げて落とす、うん、休日の過ごし方、うん、なんかどんな感じにしてます。めっちゃ普通に聞かれてる。どんな感じにしてますよ。どんな感じ皆さんどんな感じに過ごしてます。逆に答えにくくなっちゃう、うん、休日ね、あかるくん、あかるくん、僕でも休日は一人でいること多いですね。あ、そう、一人。それはインドアとかアウトドア。アウトドアでもインドアでも一人ですね。一人、はい。なんか買い物行くのも一人ですし。なんかちょっと闇深くない？待って待って。じゃあちょっとね、これだけはちょっと分かっててほしいんですけど、ちょっと僕あのネクラ気質があるんで。ネクラ、そうなんです。そんな感じちょっとする。確かに。今更な感じちょっと。そうなんですよね。だから、の買い物行くのも何するのも、なんか買い物行って、なんか服見てるじゃないですか。で買おうとして、なんかその一緒に行った人がえそれ買うのみたいな言われたらちょっとショックじゃないですか。あ、センスね。確かに。だから店員がこう近づいてくるのを僕もじゃ目で来るんだみたいな。逆に僕なんか一人で買い物行けないんですよ。おお。だから店員に喋りかけられるのが苦手で。あそこは一緒なんですね。あそこ苦手で、そう、一人まるまるが結構できない。へぇ、一人まるまる、一人まるまる、なんかできます。どこまでいける、一人まるまる。一人エッチとかですか。あ、一人エッチは、それもできない。そのままや、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 右手貸してもらっていいですか。言わないでしょ、一人エッチですね。一人エッチ、一人枕とか。そう、一人枕、あ、一人枕、完璧だから。いやいや、やばいね。毎日毎日一人枕して、枕濡らして寝てるから。いやいや、今日何言ってんの、何言ってんの。うーん、そう、結構そんな感じなんだよね。少しは何してんの、休日。休日ですか。休日、休日、俺なんかもう疲れを癒したいから、結構もうなんかジム行って普通になんかこう筋肉使うと疲れが癒された感じすごいするんですよ、逆に。え、筋トレってこと。そう、筋トレとか、あとはまあ普通に僕ホストの休日にお笑いのライブ出てるんで、あ、じゃあ仕事、そのまるまる休みって日があんまりないんですよね。へえ、お笑いって見たことないんですよね。あ、劇場でですか。そう、お笑いって見たことなくて、うん、確かに生で、ね、こんな感じ、ね、生で見たことない。テレビのお笑いと劇場のお笑いちょっと違ったりとかして、ね、例えば本当にまあ劇場だったら出てた瞬間に拍手をするとこからお客さん始まるじゃないですか。漫才みたいな。そっからもう一体となって見ていけたりするから、まあ、テレビよりも集中して見れる。ながら見じゃなくて。
か、まあ、コントとかだったら暗転とかするときってテレビだと、まあ、暗転しても外明るいし、なんか他のもん見たりとかできるけど、まあ、劇場だったら暗転中もこっちも緊張と緩和じゃないですけど、こう一回スッと落ちてみる臨場感、そういう臨場感があるそうなの、語っちゃったよ、いいねいいね、語っちゃったよ、気になるわ。え、ピンでやってるんですか？あれはピンで出てます。ピンでやってるんだ、はい、コンビもいて、え、どこぞ一応コンビがいて、いるんだけどちょっと活動が今ちょっとまばらだから、うん、ピンで舞台ちょっと積んどいてみたいな、所属するならコンビがいいなみたいな、一発芸ください。あ、確かにそれ気になるわ。一発芸ください。鉄板ネタはないの？鉄板ネタ一発ギャグ、一発芸ください。欲しいね、うん、あげるの欲しい。あ、欲しいですね。じゃあ僕許可初回で使うんで、そんな小太郎さんの一発ゲーまで、はい、3、2、1、ヒッヒッフー、ヒッ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 フー、なくなってもイエスなんで、ね、絶対使わないわ絶対使わないわ。コントなんで、耳を入れてくださいコント劇場で衣装を着てメインキャってやってるの、ほんとここ言い訳ですけど、ほんと確かにコントだと、一発ギャグって振られて受けることそんなない。確かにそうだね、急にパッてやるから面白いけど、突然なんか始めるとしかやってやってっていうとめっちゃハードル上がんない。そうですね、説明するのもすっげえ恥ずかしいけどね。あとね、確かにね、わかる。何週間？休日いつですか？僕らは木曜日ですね。僕らは同じですけど。ここ火曜日。あ、僕だけ違う。あ、そう。あ、違うんだ。そう、水曜日。あ、クルーズは。あ、そう、水曜日。あ、水曜日。そうそうそう。水曜日。木曜天気。木曜天気。木曜日。セガワールド。セガワールド。ゲーセン。そこ。ああ。新しくできた。ああ。何やん？鉄拳とか。いや、イニシャル D がすごい好き。イニシャル D、 もともと車好きで、なるほどね、峠攻めてましたとか、リアルに攻めてたんですよ。マジの車で。峠とかあるでしょ。あ、そうです。いろは坂とかでしょ。いろは坂は、まあ行ったことあるんですけど、攻める気が出ました。あ、これやばいよね、いろは坂は。わかるわかる。リアルでもやってたし、ゲームも好きなんで、基本イニシャル D をひたすらやって、最近ちょっと新しいのが出て、僕それにハマって。俺も結構攻めてるから、ゲームの中でいっぱい攻めてるから、あれいっぱい行っていいから。セカンダリータービー壊れてんじゃねえのかって死ぬからね。フレッパーがする多分世代が出てるからね。全然ついていけねえ。へぇ、言いますよね。言う言う。セカンダリータービー壊れてんじゃねえ。抜かれるたびにセカンダリータービーしてる。すごいね。全然やんないから。ゲームの趣味なんだね。基本多趣味ですね、僕。いろんなことやってます。ゲームからのやってます。そうですね、もう本当に何か散歩とかも趣味だし、なんか東京来てそんなにまだ回れてない感じでできて、だから4年ぐらい出身、僕新潟県なんで。ああ言ってた。なんでちょいちょい遊びとか来てたんですけど、行くところって言ったら高速バスが止まるとこの県とか、メジャーなとこ、メジャーなとこしかないんで、結構その下町散歩とかするの好きなんで、一人ぶらり旅みたいな。やったよ。一人散歩好きな。大好き。一人散歩。なんかゆっくりいろいろ見れるじゃないですか。浅草、浅草とかもそうだけど。それ聞いたら好きに合うんじゃないですかね。一人好きなやつ多くないですか。心の中でちょっと嬉しそうね。ちょっと仲間意識見えばいいだろう。ね。うん。ゆくん何してんすか。僕は基本結構オタクなんで。あ、そうなんですか。そうですね。なんでもう漫画とかもゲームも全然しますし、そういうことで一人で過ごしてること多いですけど、最近はちょっと。ホスト始めて、結構お客さんの話題やっぱ合わせていかなきゃいけないわけじゃないですか。いろんな話題があるから、趣味とかもいろいろあるから。で、それのために結構 VK の音楽とか聴いたりしてますね。音楽の話題、真面目だね。勉強します、勉強します。勉強だ、もう。でも、なんかもっぱらもう食べ歩きが趣味なのかと思って。渡部じゃねえよ。渡部じゃねえ。でも家帰ったらね、佐々木の住みてね、みたいな。いたらいいっすけど。てか、出身どこなんですか？あ、もうずっとでも東京ですね。じゃあ庭だね、ここ。僕は結構、庭の話し方も渡部。すごい、完全に寄せてんじゃないの？いや、寄せてないよ。絶対寄せてるでしょ。いや、ほんのにわかん
ないですよ、僕渡部を知ってたらいいんですよ、逆にコントとかめっちゃ見てて寄せてたらいいんですけど、寄せてないから振られた時の対処法が全然分かんなくて、で最近ちょっとアンジャッシュの渡部のコント見ようと思って、あ始めようとして、見た方がいい、見た方がいいよ、そうですね、めっちゃ似てるもんね、逆に渡部が寄せてきてる可能性ある、あ、そう、逆に、確かに確かに確かにね、うん、どこで見たすごいね、でも結構人気だからね、渡部ね、最近結構熱くなってるんだよ、うん、熱くなってる、見た方が佐々木のぞみレベルゲットできるんだよ、本当だよ、本当だよ、確かに、あいつマグロだけど、あいつマグロだけど、マグロだけど、あいつマグロだけど、そうなんだ、結構みんな趣味あるんですね、ないですか、趣味、僕は結構ありますよ、うん、ちなみにどんな、ちなみに僕でも結構休日はいろいろ行くっすね、結構地元が近い分、まあ、先輩に誘われたり、まあ、後輩に誘われたりもあるし、まあ、女の子と遊びに行ったりもあるし、結構僕ねグルメなんですよ、あと、おお、逆にね、そうで渡部にかぶせるわけじゃないんですけど、うん、寮が新宿なんですけど、結構ね南口の方で、あそこら辺ってめっちゃ食べ物うまいとこあるから、そう、そういうとこ回ったりとか、そう、あと服屋さんとかも行くし、サーモンも食べ比べで違う、あ、サーモンも食べ、そうそう、あれだ、サーモンが、サーモンあんま良くないんだよ確かにそうだ、今なんか築地行きたいなと思って、そう、新宿からだったらね、なんか30分ぐらいで行けるから、そう、行こうかなと思ってんだけど、ね、誰か一緒に行こうか、行きます、なんかいきなり声芽生えちゃうけど、いやいや、やっぱ連れてこいよ、連れてこいよ、あー、もうダメだ、食レポしてもらうから、食レポしてもらってさ、連れてこいよ、うん、すごいから多分、うん、いや、めんどくさいぞこれ本当にやり流れになるやつだ、いいね、いいね、うん、面白いね、そう、まあ休日はみんな充実してない、充実してるっすね、誰ですか、アンジャッシュ大島さんだよ、小島だよ、小島だよ、小島さん降臨してるし、小島だよ、小島だよ、降臨してる、どっか行く、結構休日で思うのが、僕らって平日だから、うん、あんま行ける場所なくないですか、あー確かに、行動の制限がすごい、まあ、平日ならではのところに行くしかないですよね、そう、本当に本当に、本当にそれはあるね、土日がメインだ、メインじゃないけど仕事だから、うん、そうですね、そうそうそう、まあ、平日だから空いてるってのがちょっとありますね、まあ、確かにね、それはあるね、ありがたいです、うん、おっ、ババ、あれもう1分前だよ、早い早い、ちょっと、次、ね、誰かな、ちょっと、でででで、ちょっといいのこれ、はい、誰引く、誰引く、はい、じゃあもう、いいですか、はい、俺本当に仕組んでないんで、はい、本当に仕組んでない、はい、MC ボックスをお願いします、行くよ、行くよ、でで、来週の MC を引く、この MC ボックスから引かれたくじの結果は、ニッシーさん、ディスタンス、本日お休み、ディスタンスのニッシーさんです、未来日ね、おやすみー、おやすみー、あ、すいません、トップコーンスタイだと思うので、なんてこと、ちょっと安心したるけの中でお願いします、もう一回、やばい時間が、でね、じゃん、おい、本日おやすみー、またやすみー、またやすみー、ちょうさん、時間が、最初のやすみー、せーの、はい、俺かい